こんばんは。前回の続きやっていきます。ガチャやっていきましょう。まずグローリーかな、あ、グローリーじゃないな、コスタンのやつかな。それをまずやって、次にあとは星5の確率のやつですね。 10% と 30% あるんで 10% やって 30% やりましょう。これはあ、グローリーなんだね一応。この瞬間期待を込めて、ナショナルシリーズって書いてあったかな。代表のユニフォームに来た、どうだ、それが出るのかな。おお。でもいらないよね。これはどこだい、ベルギー。ああ。うんうん。あ、前、いや使ってないと思うな。あるとは思うんですけど、使ってないや。緊張の瞬間。期待を込めて。ドクタボシーは、いやー、アルゼンチン、どこだい、あーだね、あーでもこれは持ってない。この瞬間出ないな、なかなか。あ、モドリッチ持ってる。もうね、覚醒っていうか、レベルも上限値いってるし、フュージョンももう全部5つ覚えて、ロックされたの解除してるんだけど、まあ、つけれるから、これも後でやりましょう。モドリッチだよね、うん。持ってます。とりあえず素材になる。いいのがつけばいいけど。の瞬間メッシとか出ないかな。この中はないのかな。どうだ、いや、ドイツだね。いや、持ってない。緊張の瞬間、期待を込めて、お願いします。さあ行くぞ。いやー、フランス持ってないよね。はい、持ってない。じゃあ 10% やって 30%、 1枚ぐらい出ないかな、星5。これはね、まずフラッグが普通なんで、金が当たったとしてもいいのは出ない。銀が出たら4で、金は5ですね。運命のシュートが今。いやー、4だ。どうだ？ダメ。いやー、いらない。処分すると LB ってポイントが500になりますね。緊張の瞬間、運命のシュートが今。いやー、4か。10%ですからね。これもいらないよね。いやー、いらない。 30% 頼む。緊張の瞬間、ダメだ。運命のシュートが今。いい、どうだ、ダメだな。これもいらないね。いらない、出ないな。緊張の瞬間、期待を込めて。ダメだ、出なかった。あ、ミリク持ってる。これつけれるんじゃないかな。ミリク持ってる。これさっきのヤンフェルトンゲン、これね、これもつけれるんだけど使ってないんですよね。とりあえずモドリッチからやろうかな。ね、もう終わってるんです。ここがつきます。で、これ解除。つけてるのがあんまり良くないんで、まあいいのがついてほしい。頼む。これね、演出でわかるんですよ。最初だったら D、B、で次行ったら C、で最後行ったら A か B。あ、D だ。ダメだ。いらないよ。あと、さっきのミリク。ミリクはこれレベル上がるんじゃないかな。星4。ほら、74から75。使ってはないんだけどね。これも一緒ですね。まずレベルの上限値が上がって。強くなる、強くなる！タイプリミテッドマッチって言って、選手になんかあるんですよ。そのパワーとかスタミナとかタイプがね。
その時のデッキでは使ってるかな。あ、これも D だ。やりましたね、このついてるやついいんですけどね、この金色のやつはね、一番いいやつがついてるんですよ。そう、これはレベル上げとかちょっと飛ばしましょう。このヤンセル、これもちょっとやらずに、通常のやつなんで、これもやらずに、プレミアムボールっていうのを使って、ガチャ回しましょう。こっちにしようかな。強力な20選手から1名確定。この中ですね、この中から1名確定みたい。詳細はここ。この中から1名出るみたい。96以上のやつかね。持ってるやつだったらフュージョンして、ちょっとね、前々回ぐらい教えていただいたんですけど、前はできたのかな。なんかね、前はその引き継ぎができなかったりしたんだけど、なんかレベルとかもできるみたいなんで、まあ、いいのが出たらそれに変えたらいいと思うんで、メッシ持ってるんでこれとかに変わってくれたらね、かなり強くなるけど、これ回しましょう。今日はね、250使います。ボールに託して、すごいすごいすごい。これね、わかります？フラッグがね、この金色でしょ？っていうことは、これはね、98以上確定なんですよね。これが通常の色だったら、違かったんだけど、これ確か96以上確定。信じられません。頼むよ。うまくいけば、90あたりぐらいから星5が出だすんですけど、どうかな。今んとこちょっと良くないね。いや、最後だけか。いや、頼む頼む。99、悪くないんだけど、ちょっとフォワードっぽいな、なんか。あ、ディフェンダーいいんじゃない。99か。99何枚か持ってるな。もうこれですね、今出たの。あ、もういきなりフュージョンできるな、しかも。あ、2枚持ってるんだ。悪くないな。ここら辺いるんだよね、ちょっと。ダモスとかね。これ違うけど、これも違うだろうね。98ですけどね。じゃあ、とりあえず、引き手は後にして、限界突破できるんで、限界突破っていうのはこの売却するときにこの LB って変わるんです、ポイントに。売却したらこの LB ポイントが5万になったらレベルの上限値1上げれるんで、レベルの上限値上げましょう。上げるのはやっぱこれかな。103のやつ。前回当たったやつ。クロス。これ上げようかな。で、ちょっと使ってみようかな。今70で5408。ブースト1回してるんで、これね、60、本当の数字に60乗っけてるってことですね。本来だったら5348なんですけど、ブースト1回してるんで60乗ってます。71にして5890、480ぐらい変わりますね。使ってみるか、ボランチで。本当はここに出したいんだけどな。モドリッチが動かせないからさ。モドリッチはもう終わってるんですよ。レベルも80、ブーストも10。試しにペペに変えて入れてみるか。ちょっとね、良くないんだけど。本当はね、スキルがあって、なんかね、相手のボールを奪うようなやつがね、ボランチで欲しかったんだけどね、持ってるやつはちょっと違うんですよね。どっちかってやっぱ攻撃系のやつ、ほら、シュートとか、相手守備陣の頭上を超えるパスとかね、これちょっとね、守備的なところに置くのどうかなと思うんだけど、ちょっと試しに。それと、役割も少し変えますか。今、キャプテンモドリッチにして、フリーキッカーをロナウドにしてるんだけど、変えよう。クロス。で、
そうするとクロスからロナウドにボール行ったりとかできるんで、フリップがね、それでいいかな。キャプテンも変えるか。キャプテンはデヘアに決めるか。これでいこう。ここはランクマッチですね。レベル4維持すると残り2日間ね、次回もダイヤモンド、今度はレベルの1からできます。何回か説明しますけど、この中に超ブーストホイッスルっていうのが出るんですよね。それが欲しいんでダイヤモンドをキープしてます。試合やりましょう。スペシャルスキルを1回これできそうで、今もレベル4なんでもうミサンが使わない、もったいないんで、ここから下がんないんですよ。ここね、最後まで0までなってもここからレベルは下がんないんで、もったいないんで使わないです。ただ BP は5使いましょう。うわ、相手がちょっと強いな。大丈夫かなこれ。いや、これ相手ですね。いや、ちょっと強いな。さあ、キックオフ。レジェンドが2枚いたんで、相手ジーコとロナウジーニョがいましたね。ちょっと分かんないな。いなきゃね、いい勝負できるんだけど。これで負けても下がんないや。負けたらね、マイナス900なんですよ。いやー、決まってしまった。しょうがないな。あ、相手はこれはマジョルカのユニフォームになります。さあ、気持ちを切り替えていきたいところです。一旦後ろに戻します。あ、これいかん。いや、決まってしまった。これは戦力以上にちょっと相手の方が強い。もういや強いな。一旦預けてパスで繋いでいく。頼む、持って、持っていく。豪快なシュート、決まった。これしかパターンしかないな。クロス入れたのまずかったのかな。ちょっと相手がちょっと強すぎるから。まるで鉄壁。ジーコでしょ、ロナウジーニョいて、でボランチにサメッキ入れてますよね。いやー、決まってしまった。ちょっといかん。まだペペ入れてる方がいいかもしれない。この感じ選手入れた方がいいのかもしれないです。さあ、気持ちを切り替えていきたいところです。抜いた。ここを持っていく。中央チャンス。豪快なシュート。決まった。試合になっちゃった。まあいい。負けてるけど悪くない。あと1点差まで追いつきました。止めた。いや、これはファール。切り込んでいく。わお、フリーキックからリスタート。頼むよ。いや、スローイン、すぐ上げてほしいわ。サイドから、うわ、PK もらった。やめて、モドリッチ変わんないで、まだいてほしいわ。メンバーチェンジのようです。いや、変わっちゃったよ。しかもシュート。マジか。ハーフタイムのホイッスル。前半悪くはないけど、後半キックオフ、早めに追いつきたいところです。何が悪いってモドリッチがいないことだ。レベル上限値まで上げてるのがメッシとロナウドとモドリッチとデヘアなんですよ。厳しいわ。まるで鉄壁。誰を真ん中に持っていってる。ああ、なるほどね。奪って、キミッヒって102のやつだ。グレードがトップ下にいる。さあ、行く行く。抜いたドリブル。これはオッケー、かっこいい。
ここでメンバーチェンジがあります。同点に追いつきました。アペペが入った。しかもパスで繋いでいく。止めた。あかん、やめて。シュート、ゴールを死守。パスを出す。高さに強い。お、いい、切り込んでシュート。頼む、上げと。右からクロス。ここはコーナーキックです。クロスボール来た。レフリーよく見ていました。ちょっとプレー続行難しそうです。カードやめて、交代か。カードやめて。メンバーチェンジのようです。やめた。うわー、決まってしまった。まあいい勝負だったんだけどね。まあ、お互い球かこっちもメンバーチェンジのようです。削っちゃったからね。さあ、気持ちを切り替えていきたいところです。右サイドから持っていく。開けたか。ここは通さない。上げて、すぐ取られるな。負けちゃった。今日のゲーム勝つことができませんでした。まあでも悪くはないと思います。負けちゃったけど残念。試合に負けたんでコインが3枚で BPO5 使ったんで各計515枚で0ですね。そう、900だけどマイナス900だから0。残念。まあでもまあレベル4キープしてるんでいいことにしましょう。前々回ぐらいかな、このトレーニングキャンプって終わったんですよね。でコインが残ってるんでちょっと使おう。どうしよう、センス。むずいな。センス4000使うか、ブースト使って安か。うわー、考えるわ。ここセンスだな。センス使おう。なんだろうな。あ、じゃあ何にしようかな。頼む、いいのついて。まあ演出ですね。これでストップ解除されたんで、これね、育つんです。エキサイトポイントっていうのはね、これがね重要なんですよ結構。お、 OK、 C 以上は次に来た。次行ったら A か B。 あー C か、残念。やりました。いらない、いらないけど。全部一緒か。じゃあどうしていきましょう。まあ6解除したから OK でしょう。残念だな。あとはねもう300ぐらいしかないんで、まあちょっと適当にやってきます。残念だな。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。